8月の31日になりました。平成17年8月31日、8月の最終日です。ここは北海道の静内町の静内川の支流になります春別川という川になっています。それの、支流である大曲沢というところに今昨夜泊まりました。静内川は静内ダムというのがすぐ下の方にありまして、そこから先全面通行止めになってまして、奥に入っていけません。今明日行く予定だったんですけど、今日はこの春別川をもともと予定してました。この春別川にも入ってきましたけど、昨日ずっと奥行きますとほとんどというか全部が通行止めです。まあ一箇所は土砂崩れで行けないんだけどですね、多分入っていっても通行止めになってるんじゃないかと思いますが、仕方なくちょっと下ってきて、この大曲沢っていう支流に今入ってきています。まあ、本流は小川のように流れてて岩名を釣るような場所はありませんので、この支流にあんまり大きくない支流ですがやってきました。ここで、ちょっと釣ってみたいと思います。まあ入ってくる途中このような支流がいくつかありましたんで、それを釣り下りながら行ってみたいと。明日は静内町は行けないんだ、この川で、もう一泊するか別の川を探すか、ちょっと終わってから考えたいと思います。今日、魚がいるかいないかによって、決めたいと思います。天気は晴れです。晴天とはいかないんですが、雲がありますが晴れてはいます。春別川の支流を過ぎます。石を踏んだらその石が崩れちゃって、水が落ちた。なんか石はありませんが、もうちょっと行くよ。まあ、気流がありましたけど、もう形状は悪くないんですけど、ところが雨マスだとこんなところに上がってこないんです。雨マスは上がった気流の多いところに飛び込まれた。イワナ、コショウコロナとかそういうのいないと釣れません。もうちょっと行ってみます。別の支流にやってきました。非常にいい滝沢がありましたので、これを切ります。支流を登ってきましたけど、一向に釣れません。この滝沢に釣れないということは、もう支流がいないということに感じています。ちょっと頑張ってみます。
支流にはないということは、雨マスケだとこんな上まで上がってこない。本流を今度とってみます。雨マスが取れれば、この施設は成り立つと思います。まあ、この上流行けば岩長いですかもしれません。軽川の源流の上の方に忘れてもらいたいと言ってますが、場合によっては上に行くかもしれません。何キロもかけたないと。アミマス釣りをビデオ撮ります。まあ一匹釣りましたけど、やはりアミマスの領域です。この発電所の放水口のところですね。その深みでアミマス6匹釣りました。1匹がルアーで、残りはみんなイクラ餌です。川幅広くて、普通のところじゃ釣るところないんですが、こういう深みのところだけしか釣れません。アメマスはさっきも言いましたけど、あまり上流に登れません。登れませんというか、登りませんというか、小さいのも10匹近く釣れましたけど、みんな放流します。小さい時からこのように、白い斑点に釣る。したがって、支流にはやっぱり登らないっていうのが分かります。ずっと奥行くと場合によって昔からいるのがいるかもしれない。多分アミマスは登らないんで、やってないっていうのが出てくる。例えば10時近くなりましたけど、これで今日は引き止めにするかなと考えています。例えば8月31日夜、9時半になろうとしています。北海道の釣り業の中で初めての焚き火です。ここは春別川というところにいます。静内町から上流に上がってきて、春別川というところに来ています。静内側に明日行く予定だったんだけど、ダムのとこから全面通行止めになってるんで、春別川をもう一日釣るということに決めました。というのも、このちょっと上流に砂防ダム、でかい砂防ダムがあります。そこでアメマスを狙ってみたいと思って、今日はここに泊まることにしました。で、ビデオ、バッテリーを今チェックしようと、40分しかないな。ビデオのバッテリーをこれから充電します。